肉が柔らかい。おいしい。マトバ TV。 はい、皆さんこんにちは、マトバ TV です。しゃぶしゃぶとしのぶたりのみなみさんの方にお邪魔しております。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、立島さんと一緒にしゃぶしゃぶとしのぶた料理の店みなみさんをレポートしていきたいと思います。立島さん、ところで、はいはい、なんか韓国語がめっちゃうまいみたいですね。これちょっと韓国語でなんか自己紹介してもらってますか。こんにちは、チャヌンナクトハンプリガー、オヌルンデジールカゲワスムニダ。はい、はい、じゃあ早速お店の中入っていきたいと思います。こんにちは、しゃぶしゃぶと島豚料理のお店みなみのオーナーであります宮地翔吾くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はですね、僕と翔吾は大学の同級生で大学で出会ったんですよね。そうですね。この翔吾の紹介を韓国語でちょっとやってもらいたいんですけど。いい加減、オーナーの宮城翔吾갑니다。なんか可愛いっすね。南さんはどういった特徴のあるお店なんですか。このしゃぶしゃぶ島豚より南はですね、県内唯一のブランド豚キビマルトンの専門店第1号店として、オープンさせていただきました。アグに負けないぐらい上質なお肉と臭みがない肉質が特徴の豚が食べられるお店っていうのが専門店ではなくて、それをさせてもらっています。キビマルトン専門の第1号店ということで、はい、今日はですね、そのしゃぶしゃぶを食べさせていただけるということで、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとチャンネル登録しお願いします。お、韓国語でチャルチャルプタッケヨー、簡単かも。チャルプタッケヨー、トロ、チャンネル登録、チャンネル登録、チャルプタッケヨ。チャンネル登録、チャルプタッケヨ。お、来た。はい、来た。はい。今キーマルトンのしゃぶしゃぶが運ばれてきました。ありがとうございます。はい、お待たせしました。こちらしゃぶしゃぶ盛り合わせですね。キーマルトンの部位が4種類と厳選のお野菜を中心にした野菜の盛り合わせになっております。食べ方がこだわりがありまして、はい、当然はだししゃぶしゃぶ。という形のしゃぶしゃぶになります。先にですね、茶碗の方にしゃぶしゃぶの出汁を入れていきます、うん、はい、お、バラ肉から先に、はい、はい、よろしくお願いします。おー、しゃぶしゃぶの色がついたところで、はい、出汁に浸して食べていただきます。おー、すごい、美味しそう。早速、キングマルトンのしゃぶしゃぶいただいてみたいと思います。じっしょいただきます。いただきますわ、韓国語で。チャルモグルッケヨ、はい、チャルモグルッケヨ、チャルモグルッケヨ。肉が柔らかい、おいしい。噛めば噛むほど味が出て、その甘さが出てくるんですよ。キングマルトン本来の甘さっていうんですかね、不思議。豚ってこんな甘さあるんだって感じですよ。なんか普段食べる豚バラと全然違いますね。これは、県産の野菜とか旬の野菜を入れてるんですよ。そうです。大谷渡り、なんかすごい野球選手みたいな。渡り選手みたいな名前ありますね。野菜は大体どれぐらいに詰めたら食べれるの。野菜は物に、食材によって全然違うんですけど、うん、一人立ちすれば、一人立ち、一回見つめれば、見つめる、あ、見つめる、あ、見つめる、お、次ターン、ターンが入りました。はい、うわー、すごい、あ、カメラレンズ曇った。人生初の立島さん食レポ、韓国語でお願いしていいですか。いいですし、おじぱるがんせぐる、はじまんちゃうもぐるけよ。はい、今回のマトバ TV はしゃぶしゃぶと島豚料理の店みなみさんにお邪魔しました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。はい、最後ゲストさんに
夢をお伺いしているんですけれども、キビマラトンを通して、地元の活性化とキビマラトンを全国に広めていくのが夢です。韓国語でこれお願いしてもいいですか。はい、オナウィクムンクムンイデジ沖縄へと世界へパルシーハゴイタラゴチャルプタってみたおせよ。今回マトバ TV 見てくれたお客様には、画面ページでドリンクいっぱいサービスさせていただきます。ありがとうございます。マトバ TV 見たでもいいんですか。でもいいです。マトバ TV を見たと言ってくれた方はドリンクをいっぱいサービスしてくれるということ。はい、はい、ありがとうございます。はい、キビマラトン専門店として営業しているのはこの南だけなので、ぜひですね、皆さん一度遊びにいらしてみてください。よろしくお願いします。というわけで、じゃあまた次回も見てくださいねということで、皆さんいつものあれでやってもらいます。マットバイバーイ。沖縄の魅力再発見、マトバ TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter、Facebook も更新してますので、動画の概要欄のチェックよろしくお願いします。